てテロップを書きます。ありがとうございます、見に来てくれてありがとう。これまださ反映されてないのかな、どうなんでしょう。こんにちは。あー緊張してるどうしよう。ありがとう、ありがとうございます。一幕目から見に来てくれて。これ反映、こちらはなってる、私がなってないだけ。何もね画面が変わってないんだけど。イベント、あ出てきた、出てきました。ごめんなさい、ありがとう。こうやって見るんだ、分かった、ありがとう、ありがとう。来てくれて一枠目から。ちょっとまずはテロップを書かせてください。よかった、今なった、あよかったです。見立て出てきてるから大丈夫、よかった、ありがとう。あミス、一枠目です。ありがとう、昨日皆さんの。え待って、えいつ、え待って、えいつ、いつ、え、え、え待って、タワーありがとうございます。マキマキマキさん待って、ありがとう、嘘ありがとうございます。ちょっと待って、お城立ってる、ありがとう、嘘ありがとうございます。ありがとうね、一枠目から見に来てくれて。宣伝一緒ね、嬉しい、ありがとう。そう土日に配信があんまり夜できないから、ちょっと今日と明日本当に頑張りたくて。大きいレインボースターもありがとうございます。ありがとうレインボースターも、あの本当にありがとうございます。このイベントを通してさおちゃんのこと好きになる人が増えたね、本当にありがとう。なんか本当に緊張してて、なんて言うんだろう、あんま緊張しなくていいよって言ってくれてるのは分かってるんですけど、すごいもう私の心がバクバクで、ちょっとメールの返信とかをみんな書いてくれたのを読んだりとかして心を落ち着けてました。ちょっとね普段と違う、そうなんだよね、ありがとう。モバメでも緊張、そう今日本当に何も食べれなくてあすぐ体に出る、そう。ありがとうレインボースターも、だるまも、弁当楽しんでいきましょう、ありがとう。メイクも嬉しい、そうメイクしたんです、しかも巻いたニーナ本当だ、みんなありがとう、嬉しいです、ありがとう。そうなんか昨日もめっちゃ語らせてもらったんだけど、まだ一枠目なので意気込みを言っていけたらいいなって思います、思います。本当になんか、うん、難しい、なんて言えばいいんだろうな、みんながこうイベントのためにたくさん貯めといたよとか、ギフトを応援するねって言ってくれたりとか、モデルになってその雑誌に載ってるところ見たいって言ってくれることが本当に嬉しくて、だからこそこうやって初日からお城を建てていただいたりとかも始まってすぐに、なんか本当に嬉しくて、だからこれこのみんなが投げてくれた分をそのビスに乗るっていう形で、おありがとう、クマさんもありがとうね、恩返しっていうか私がやりたいって言ったことなんですけど、うん、できるように配信していきたいと思ってますので応援よろしくお願いします。緊張感、そう緊張感あ、ありがとうレインボースターもフォローありがとうございます。そうミスももともと私が好きなアイドルさんが出てたりとかしてて読んだことがある雑誌なので、
だしもうビスって言ったら絶対置いてあるじゃないですか、どこにも。どこにもっていうか本屋さん行ったりとか、そこに乗れるチャンスっていうのも本当に年に1回だし、3位以内に絶対入りたいのね。ありがとう、たくさん嬉しい、ありがとう、フォローもありがとうね、ハートもだるまも。そう、あとなんて言えばいいかな、そう、私は出身が新潟じゃないんですけど、だからなんて言えばいいかな、新潟でテレビとか取り扱ってもらったら、そのお家の人、新潟出身の子は見てもらえると思うんですよ。でも私はすごい家族も応援してくれてるけど、テレビだと見てもらえなかったりとか、やっぱ遠いから全国で雑誌に載れるっていうのが、なんて言うんだろうな、こう見てもらえる機会だから、恩返しにもなったらいいなって思ってるしそう、そうですね、いろんな意味もあって本当に軽い気持ちで参加してるとかじゃないので、絶対に3位以内に入りたいって思ってるから、そう、本当にお母さんとかも配信を絶対こっそり見てるんですよ、知らないんですけどだからそう、こういうショールームって私が一番さ、連続記録連続でやったりとかして頑張ってきたとこだから、あ、リモスタもありがとう、そう見てもらえたら、うん、嬉しいかなって。そう、このショールームのオーディションで頑張れたら嬉しいなって思っておりますありがとう、たくさんいいのハートも。そう、全然全部ギフト読めてないんですけど、お礼配信も絶対するので、そう、家族にもね見てもらえるきっかけっていうかになったらいいなって。あ、そう、 SMS 認証をしていただかないとギフトキラキラ星も反映されないので、まだしてないって方がいたらしていただけたら嬉しいです。そう、せっかく投げていただいても無効反映されないポイントになっちゃうから、ぜひお願いします。ありがとう。そう、めっちゃ話しちゃった、やばい、緊張する、やばい。そう、雑誌とか形に残る、そうですね、本当に。そう、しかもなんて言うんだろう、私がちょっとあんまりなんて言えばいいんだろうな、好きじゃなかった身長の高いとかもモデル向きだよとかみんなが言ってくれるおかげで、ちょっとずつね、あ、まあいいのかなって思えるようになってるところもあるので、そう、せっかくの機会なので自分でなんかみんなと一緒にチャンスをなんか与えてもらうんじゃなくて、自分でそう、みんなと一緒に雑誌に載るっていう夢を叶えられたらいいなって思います。ありがとう、レインボースターも。そう、そう、身長高い子好き、ありがとうね、そう、嬉しい緊張してまだ緊張してるんですけど、ちょっとめっちゃ画面近くなっちゃう、せっかく髪巻いたから見てほしいと思ったのに。いや、待って、クマさんありがとう、ありがとう、レインボースターもせっかく髪巻いたからさ、引きで見てもらおうって思ったのにさ、緊張して喋ったらどん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 前行っちゃった。ほら、巻いたの見えるかな、ほら、巻いたんですよそう、画面近いの何歓迎、じゃあよかった、前髪も切ったし、そう、緊張はステージでもある、いつもより緊張してるの伝わる、本当に緊張しいで、ね、正直もう過去一ショールーム史上は一番緊張してる、大抵も後ろに貼ってある方が分かりやすい、ちょっとね書いたんだけどね、文字がちっちゃくてね、明日のタイムテーブルは後でみんなと相談して決めたくって、あの明日は朝と夜やりたいんですけど、そう、めっちゃちっちゃくて見えるかな、あ、見える、字がちっちゃくて、そう
可愛い文字ありがとう。そうだからありがとうございます。見えない、嘘、小さいねって、わあ老眼です、ごめんなさい、もっと大きい字で書こう、私が持ってちょうどいい大きさ。じゃあ私こうやって配信しようかな、ね、オーディションみたい、エントリーナンバーみたいな。そうありがとう、たくさん。次はそう、次は8時からです。みんなが質問を昨日送ってくれたから、それにもちょっとずつ答えたくて、初日で知ってもらえたら嬉しいなって思うから、全部スクショしてあのお気に入りにしておいたので次は質問を答える時間にしたいです。あと、あ、今からでもメール送っていただけたら、あの1枠と2枠の間の時間になるかな。そう、明日は2枠にカラオケしたいので、1枠目そんなに1時間やっても1時間くらいかな。そう、質問のメール今日のお昼に送ってるけど間に合ってる、間に合ってる、全部届いてます、ありがとう。オーディション以来の緊張本当にそう。あ、そう、フォロワーさんもたくさんフォローしていただいてありがとう、ありがとう。年金のドラマとかもたくさん、そう、うんこんにちは、ありがとう、久しぶりに5時からでこんな来てくださってありがとうございます。本当に仕事終わらないのでキラキラ、そう、まだお仕事中の方もそうだよね、いるよね、頑張ってください、頑張りましょうお互いに。そう、昨日で20人くらい見てる、どんどん好きになってこい、嬉しい、ありがとう。そう、じゃあ一旦こんな感じで、あとあの固定コメントにも書いてあるので、よかったら見てくれたら嬉しいです。あとあれ書き方分かったので、あのプロフィールのところにも書きました、読んでほしいですそう、今しか来れなかったらバッチリ、嘘、ありがとう。あの10分たったけど、でもこれなんか呼ばれたの仕事、ああ本当にありがとう、ああ銀だこありがとう。コメントで質問しても答えてくれるの、質問次答えるときまずメール送ってくれた方から先に答えたいかなって思ってますアンドカフェでレモネード飲んできた、羨ましいペンライトもありがとう。そう、あとな、あ、今言おうとしたこと全部忘れた、なんか言おうとしたのに、あーなんだったっけ、ヤホプロフィールとモブメで配信時間確認しました、ありがとうね。なんだっけ、今めっちゃ大事な、あ、そう、あの本当に土日夜できないかもしれなくて、かもっていうか多分なんですけど、できるか分かんなくて、できても15分とかになっちゃうかもしれなくて、だから明日のうちには絶対3位でいておきたくて、そう、ゆっくり話します、そう、いておきたくて、だからちょっとスタートダッシュを切れるようにそう頑張りますので、公園と公園の間は多分前回なんかさせてもらえたから、今回もお願いしますって言ったらできるかなって思うので、慌てず、そうだよね、ありがとう。いいの、なるまま熱いメールやりました、ありがとうね、嬉しい。そんな感じです緊張するといつもみたいにお話できない、でもさ、みんなにも楽しんでほしいから、せっかくだし、私もなんか参加してよかったって思えるように配信したいので、普通にというかいつも通りの配信ができたらなって思ってるけど、緊張してる、ごめんなさいそう、あと
ありがとうね、たくさん。ニーツのあんみつ食べてきました。お、いいな。緊張してんの、緊張してる。いつも通りね。めっちゃそう新鮮、緊張感でした。なんか緊張したらめっちゃ冷え性をもう発症して、なんかやばいです。やばいです、やばいです。ありがとうね、たくさん、星もハートもね。スタートは143日だって。そっか、143日ってことはイベント最終日にもしかして150日になる、なるかな。そうだったら嬉しいな。わかんない。ん、次が144145146147148、あ、ならない。149、嘘、え、143144145146147148、あやー、ならなかった。あれ140、あ、もういいや、やめます。ありがとう、銀のハートもありがとうございます。ありがとう、キラキラもうありがとうございます。すごい、5個経ってる、すごい。他のところの実況そう、1日足りないね。あー、ショック、悔しい。せっかく150日イベント中に行くかなって思ったけど、ならなかったか。まあしょうがないです、それは。あ、ちょっとこれはビスイベント関係ないんですけど、 NST 祭りのタイムテーブルが発表されましたです。あ、フォローありがとうございます。発表されました。あの、あれ、4期生どこまで出たんだっけ、あれなんだっけ、4期生がバンダイステージで1時間半、10時半から12時、多分発表されたはず。そう、結構長いんですよ。結構長いんですね。決勝には200日いけるんじゃない。ありがとう、嬉しい。そう、バンダイステージで1時間半、めっちゃ長くて、こんなに、そう、トークももちろんあるんですけど、こんなに長く4期生だけで出るのは初めてだから、よかったら見に来てほしいです。28日なので。配信みんな緊張してる。え、そうだよ、緊張するよ、やばい。そう、公演やん、確かに4期生イベントより長い。え、そっか、確かに4期生イベントよりも長いかもね。うん、 MC 大丈夫そう、 MC 大丈夫そう、大丈夫そう、大丈夫そうになるようにこれから頑張るんですよ。そう、だからありがとう。確かに晴れるといいな、うん、土曜日です。そう、ありがとうございます、くま、嬉しい、ありがとう。そう。そう、前回のイベント本当にももちゃんに救われてるから、 MC みんなでね、なんか一番ノリにならないように頑張りたい。めっちゃ NST 行きましょう。お、やった、キレあるツッコミに行きたい。そうだね、私はツッコミ、ツッコめるように頑張るね。ボケじゃないから絶対に。最近 NLB さんの受験オーディションで味わった緊張感が蘇ってきたね。緊張しますよ、だってこれもビスイベントって言ってるけどオーディションだから。そう、次の枠でまた来ます、ありがとう、お願いします。バンダイステージは NGT とナミさんが出演するみたい。45分ずつ、あ、そっか、そうなのね。いかがです、とっても可愛い、ありがとう。来週の天気予報晴れ、嬉しい、よかった。晴れで、ね、よかった。ちょっと待って、うまく喋れてなさすぎて。ああ、目に力が入っちゃう。ありがとうございます。あと日焼け対策しなきゃ、確かにみんなも
私も日焼け止めをめっちゃ塗って、コラボ会員行ってくる、お行ってらっしゃい、ありがとうね、ハート。そう今日 AKB さんが新潟出張公演の日です。緊張で、そうめっちゃ、うん、行きたかったか行きたくなかったかで言ったら絶対行きたかったけど楽しんでください。そうだよね、行かれる方もいるのかな。昨日が長野で今日が、そう、あ、ありがとう、結婚してもだるまも来世でニーツ秋葉区だもんね。そう AKB だから秋葉区なのかなって勝手に思ってたけど、そういうわけじゃないのかな、なんだろうそう出張公演めっちゃ楽しみに、めっちゃ気になるありがとう、銀のハートも。確かに見に行ってる人もね、秋葉って読む、そうなの、知らなかった、やばい、私新潟でビコイ見たことある、ゆみさんも同じ会社、すごいそうなんだね、新越線が雨で遅延してます、みんな AKB のさんの出張公演入れたかな。でももうそろそろ始まるんですだっけ、5時半から、秋葉、あ、秋葉原、ん、秋葉原だけど秋葉、秋葉区、秋葉区だよね、あれ分かんないありがとう、昨日が長野で今日が新潟ってすごいですよね、めっちゃ、そろそろか、ありがとう、ギノダルマも、イガラシ、イガラシと読み方が分かれる、うん、イガラシ派急にありがとう、ハートも、いつも通りの配信をするはずなのにめちゃくちゃ緊張してうまく喋れない、やばいあーね、 VR 配信しかしてないって聞きました、7から7から聞いたよ、 VR 配信なんですよね確か、すごいよね、遅くなっちゃった、いやいやありがとう、茨城も間違いです、確かに越後越後すごいな、越後情報ね、みんなやっとね、こんにちは、前の件飛ばされた、あ、福島かな、ツアーでスルーされたって書いてあるありがとう、いいのだるま、 NGT 劇場昔 VR 配信あったの知ってる、 VR そうなのVR ってさ見たことないな私、ありがとう、いいの、あと VR これあったらめっちゃ鮮明に見えるんですかね、なんか VR 配信を普通の画面で見るとさめっちゃこう下からのなんか映像になるじゃん、ありがとう、銀のだるまも、ハートもありがとう、バンニャイ派、バンニャイはバンダイシティのキャラクターでしょ、あのレインボーのそうゼロポジニカメラ、あーそうなんだ、おーちゃんがカフェ君に、そう可愛いよね、バンニャイ、バンニャイ私一回遭遇しました、なんか、あ、ありがとう銀だこ、ありがとうございます、バンダイのところ行ったらいていてとか言って、あ、ありがとうね、妹さん知らない方だけど美人さん嬉しい、ありがとうございます、そう大事な用があるので帰りますね嬉しい、ありがとう、大事なよって言ってくれて、え、写真撮ってないです、バンニャイはね、そう夏のバンニャイめっちゃそうだった、お姉さんがいて多分なんかキャンペーンわかんないんですけど、お姉さんがいてバンニャイがいて、ちっちゃい子供がちっちゃい子がねバンニャイにバンニャイに駆け寄ってたので、私は遠目からバンニャイ、あ、これがバンニャイかと思って見守ってた一人であの三日月があるところあるじゃない、バスセンターの上のところにいて、そうそう、バンニャイ横ちゃまにタックルタックルじゃなかったかな、その時は駆け寄られてたけど、私駆け寄ったら怖いじゃん、だってあー、ボ
フォローありがとうございます。そう、バニャバニャレコシバニャ言った発音が可愛い。バスセンター全部行ってない。嘘。うん。ね、バンニャンって名前かわいい。確かに。レインボータワーと言ってどうだ。レインボータワーか。新潟48たちに会いに来て、なんかみんなさ、もう。ほぼないけど昔はラーメン南そこにあったよとか、今はないけどレインボータワーそこにあったよとか教えてくれるから、あ、昔はそこにあったんだなって思いながらやってる。そう、レインボー版男爵も動くために動ける。誰だろう、私見かけたことない。ありがとうネギのハートも。今はない、そう、今はないラーメン南はそこ何がナビントティー以上にミックスワンにミックスワンにかサマーグッズの写真撮ったけど、そうだけど、ああそうか、いつか引いてね久しぶり少し痩せたのでワイフォニューってなった時ありがとう。少し痩せたは嬉しいです。そう、ちょっと今日痩せたかも今日緊張して痩せたかもしれない。なんかそう、でもさすがに食べないとまずいなと思って、配信と配信の間に夜ご飯は食べようって思って思ってるところです。でもお昼はちょっとあんまり食べなかった。結局バンナイさんがいるからバンニャ見るためにビオネ、私めっちゃ上下するから食べます。そう、レインボータワーもラーメン南も行かないうちになくなった。悲しい。私一回もあれだな、行ったことないな。2枠目までの間で食べる。お、一緒に食べよう今ないのはおタワーとラーメン南とレインボータワーをないね、結構今あるの逆に。なんだなんだなんだ、歌詞が思い出せない。うん、ありがとう銀のだるまも。うん、この配信が終わったら買い物行ってご飯食べます。月枠に備える。ありがとう。そう、次の枠までの間が2時間あるので、あとそう、私一応ちょっと見えないってよく言われるんですけど、一応高校生一応っていうか、あの高校生なんですね。高校3年生なので20時までしか、ん ?20 じゃない、22時までしか配信できないので、そう見に来てくれたら嬉しいです。ありがとう、ハートも。そう、高校3年生18歳なので最後の高校生忘れないで。そう、自信持ってそう、上に見られがちなんです。レインボースターありがとうございます。そう、言わないと20歳くらいかと思いましたみたいなファイトありがとう。仕事終わったから来た、ありがとうございます。そう、24時まで配信しても気づかれなさそう、わかる。そう、私も多分ね気づかれないんですよ絶対にだからしかも18歳になったことによって自分でこうなんていうの、切らないと切れないからちゃんと切れるようにさほちゃんの初中見舞い来た、お嬉しい。そう、初中見舞いを書いたんです。人生で初めて初中見舞いってあんまり書く機会なかったから、そうしれっと炎上怒られるな、絶対ダメだ。そう、初中見舞い届いてたら嬉しい。そうありがとう銀のだるまも、ありがとうねそう、そう初中見舞いあるんです。今年初めて書いた、結構届いてると嬉しいな。私のタマーバッグ買ってくださった方に届いたのかな。ありがとうレインボースターも。七読み前ただいま配送中、おぜひ読んでね
いろんな柄を描いたので、柄っていうかいろんなのを描いたので、何が当たるかをお楽しみに。そう、視点無名の続きまして、お、もう流通センターのセーラー服、そうラスト JK なので、私流通センターで結構制服着るんですけど、ギリコスプレじゃないギリ現役の JK ありがとう、ギノダルモモ。そう、サホッスこんばんは。そうセーラー楽しみにしててね、10月だからさ、長袖か半袖か悩んでるんですよ。どうなんだろう。ありがとうね、ギノダルモ。ハッシュタグサホちゃんをビスに載せようとかどうだろう。嬉しい、ハッシュタグどうしよう、えあのどうしよう、私ありがとう、銀のハートも銀だこもフォローもありがとうございます。ハッシュタグサホちゃんビスに載せよう、嬉しい、あの何でも嬉しいです。ハッシュタグ決めるの得意じゃなくて、前もさめっちゃみんなに決めてもらっちゃったハッシュタグ好きなんだハッシュタグ好きなんだだと曲が絶対ヒットするの。味付けあったらいきます、ありがとう、あともありがとうね、ありがとう本当に。ハッシュタグ統一してた方がいい、そうだよね、なんだろう、10月5、6、東京まだまだ真夏な気がするんですけど、サホサホですどういうことありがとう、銀のだるまも。何にしようかな、ハッシュタグって難しいよね、ハッシュタグハッシュタグ松坂サホで一旦一旦いつも通り全部見ますので、私はい、S コマ E の時ってどうしてたっけ、私ハッシュタグあったっけ、どうだったっけ割と簡単なのがいいと思う、確かに、セラ服はどんな私で見れるんでしょう、髪型ね決めてない、今日もめっちゃ悩んで一回ハーフツインにしようとしたんですよ、したらうまくできなくて失敗したからツインテールで巻こうと思って、そう、ツニハッシュタグ松坂さほで、そう一旦お願いします、それで、ね、嬉しいです、ありがとうそう、前回特になかった、そっか、じゃあそんな感じで、私はそんな感じでありがとうね、あのもハッシュタグ松坂さんもまだ学生ですそれはそうだけど制服はお下げですか、でもお下げも絶対すると思います、セーラー服の時は、でもあのブレザーっていうか、なんていうの、普通のやつも着るんですけど、それはないかな、ミリに決める必要もないしね、ありがとうありがとうね、でも提案してくれたのもありがとうございます、そう58分に、あでもこれオーバーしちゃうの怖いから57分に断じ読みします、3時間までしかできないから、私いつも怖くてちょっと早めに切っちゃう、反映されないのが怖くて、反映されないだか切れちゃうんだかどっちだっけ、そうなんですよ、黒髪ロングストレート、ストレートしたい、そう私ストレートにしたくて、余裕を持って、うん、お下げ見たいから全部撮った、ありがとう、ポストしてきた、ありがとうねそう切れちゃうんだっけ3時間でね、そうオーバーはだけは絶対しないように、スクショタイムいただけますか、確かにしたい、しましょうしましょうしよう、せっかくさお城も建てていただいたし、スクショタイムしましょう、そう切れちゃうのつらいし、初めてのお城初めてのお城記念、
初めての出会い、初めてのときめき、可愛いお友達できた。スクショ久しぶり、確かに。スクショして字幕のポストします、ありがとう。美人の褒め高いソフトのクソ、ありがとうね。あっという間にもう30分、ゆっぴんさんですね、ありがとうございます。すごい無言ばっかりになっちゃってすみません。あ、そう、明日みんなカラオケのリクエストも送ってくれてめっちゃ聞いてるんだけど、ちょっと練習してます。耐えるかな。そう、2、3回カラオケめっちゃさ、カラオケ楽しいししたいから、歌えるように頑張るので、ありがとう。だるまもばらも、髪型似合いすぎて嬉しい。スクショタイムじゃないけど、ずっと買うのスクショじゃ、スクショタイムしておこう、忘れないうちに。私話したいことがあったらさ、めっちゃ喋っちゃうから、今スクショタイムを急遽します。今しましょう。何のポーズにしようかな、初日どうしよう。いきますよ。いきなりいきますよ、スクショタイム。ギャルポーズ、ギャル届かない、弓ハントして、目に前に出てみる、取れたかな、みんな取れたんじゃない。ありがとうね、リモさん。手首硬い、手首硬い、本当にそう、あいがい。めっちゃポキって言った、関節が。可愛い、ありがとう、嬉しい、めっちゃ褒めてくれる、みんなどうしたの。ありがとう。30分練習してるじゃん、スクショタイム、ありがとう。こちらこそ。私本当にポキポキ言うんですよ、本当に。ユナさんがいるんで言ってなかったんですけど、いや言ったことあるんですけど、私本当に階段降りるたびになるぐらいになるんですよ。イベ頑張ってね、ありがとう、クション取れました、あ、よかった、からもありがとう。クションでコメント止まる、そっか、そうだ、私も一回さ、最終日にさ、前回の時記念でさ、スクショしたんですよ。したら止まって、しかもスクションってさ、あの電源ボタンと音量ボタンでやるじゃないですか。一回間違えて配線切っちゃいそうになって。だからそれ以降みんなのスクショにお任せすることにした。ありがとう、ゲイのドラマ。そう、パンポキ人形。そうなの、めっちゃさ、 iPad で配信してるんですけど、超難しくてスクショするのが。だからもうね、死ぬのやめたの。そう、シャットダウンしちゃうの。そうなんです、 iPhone SE だから。いや、今はもうめっちゃあれですよ、 iPad Air ですよ、 iPad Air。 配信はいい iPad、 iPad の方が充電、そう、 iPad スクショ難しいの。ありがとう、だるまも、ありがとう。iPad、 そう、難しいでしょ。ちょっと充電していいですか、めっちゃ充電いっぱいで始めたのに切れそうで怖いから、次の枠もやるし。6月どういうこと。フォローありがとうございます。容量なくなっちゃうよそれ。そう、たくさんこのイベントを通して知っていただけて嬉しい。充電一番大事、確かに。本当にそうだよね。夜ご飯何食べようかな、私何も食べてない、ヨーグルト食べよう、ヨーグルト。あー、フォローありがとう、よいし。え、 SE 最近やばくて、私の最近のスマホ事情ちょっとみんなにももう笑ってほしいんですけど、これは結構電話したりするんですよ、みんな。
そのももちゃんとかななとかなぎとで、スマホがすぐ熱くなっちゃうと自動であの通話入ったり出たり入ったり出たりしちゃってて、気づいたら抜けてるとかあって、本当にやばい。もう SE、 もう SE2、 そうだ SE2 なんですけど、もうね多分そろそろ壊れる。あ、8時からカラオケ枠じゃなくて明日カラオケします。今日は質問してくれたのに答える配信します。答える配信そうそうなんです。そうじゃん、電話したい、オンラインで喋ろうよそう、しかもギーって音が聞こえて、夜聞こえるとめっちゃ怖いんですよ、ギーって音がそう、熱暴走、そう多分熱くなるとね、なんだよねきっと。早く触る喋りましょう。そう、ありがとう。やばい、そう夜怖いでしょ、音聞こえるのも変えなきゃでも私契約2年しちゃってるから、来年まで、来年の3月4月4月まで一回 iPhone ストア持ってってみようかベンピーさんが待って、ありがとう。待って、銀だこありがとうございます、たくさん、ハントもありがとう、ちょっと本当にありがとうございます。だんだん冷え性も治ってきました、喋ってるおかげで充電中に熱くなってる、確かに。ハントありがとうございます、初見の方も嬉しい、こんにちはありがとうね、銀のだるま。ずっと半年、確かに。そう、サイズ的にめっちゃいいですよ、SE。そう。ありがとう、銀のだるま。俺の SE2 もめっちゃ調子悪いよ。やばそうなのかな。待って、ありがとう、銀だこ。本当にありがとうございます。一枠目からたくさんありがとうございます。本当に。絶対に叶えて、あ叶えたいので、サイズで SE が、そう、私さ買ったのがさ、このスマホ高1とかなんですけど、制服の胸ポケットあるじゃん、あれに入るサイズがめっちゃちょうどよくて、 SE がこう程よくこう入るからっていう理由もあって、もともと12のミニ使ってたんですけど、12のミニを1年経たないで壊しちゃったからそう、なんかいろいろさせてもらえるんだけど、罰ゲームでは逆しないたこ焼き、銀だこじゃないけど、お銀だこじゃないけど、たこ焼き銀だこ食べたくなってきた、買ったばかりの15プロも熱くなってる。それはそうですね、私に対する恋心で。あね、新しい iPhone 受付中って、新潟駅のさカメラ、ビッグカメラでやってた12のミニ手に小さくない、私ちょうどよかったですよ嘘小さくはないです、でも SE より小さい、確かに。そう、ありがとう、ペンライトもありがとう、ネギのドラマも本当に、あのサイズそれが最後だろうねこれ最後なのかな。でも私のお母さんとかホームボタンないとスマホ使えないから、 SE めっちゃ重要重要なのに12使ってるので、そろそろ、スマホをスカートのウエストに入れてる JK いるいる、私は入れてなかったけどカーディガン着てたから。そう、あ、4位までありがとうございます。次の SE 大きくなるみたい、そうなのランク出るとイベント感あるわ私もそれぐらいの気持ちで頑張るね、ランキング、ランク出るとイベント感あるわっていう気持ちでちょっとその気持ちにはなれないけど時代時期にそういう気持ちにそうね、小さいサイズ、そう軽くて確かにいいかも。そうそう、ホームボタン、ホームボタンもなくなるらしいよ、嘘やばい、そっか、頑張ってください、ありがとう、キラそうかそうか、ありがとう、ネギのだるまもあ、もう45分なのね、
ずっとそわそわしてたら終わっちゃいそうで。まだ初日、確かに頑張ります。そう、頑張ってって言ってくれて嬉しい。なんかこうみんなとさ一緒に頑張れてる感じがすごいして。おししかかたんありがとう。おししかかたんもう消えちゃったかな。ありがとうございます、嬉しい。あともありがとね。少しずつ調子出てきたんじゃない、ちょっと出てきたかな。ランカー見てるとなかなか飲めます。そう本当に、そう NGT ももちろんなんですけど、他の48さんも私が一方的に知ってて、私がさ勝手に知ってて可愛い方ばっかりで、それもドキドキする、緊張します。ありがとう。銀だこも勝手にさ配信見てたりとかさ、勝手にこう YouTube 見てたりとかしてるから、本当に本当に本当にやばいですね。巻きが取れてきちゃった。そうね、伊藤桃さんめっちゃ可愛い。勝手にめっちゃ可愛い。マジ枠誰がいるか見てなかった、後で見てみよう。うん。徐々にあって、そう終わり頃になると急に喋り出すんだよ。STU ファンだから1位の人は知ってるけど、頑張ろうね。ありがとう、頑張りましょう一緒に。レインボースターありがとうございます、ありがとう。二のだるまもありがとうね。字幕はフルスロットルできそう。そうこの2時間で緊張をまた取り戻さないようにほぐして、ずっとさっきから手がしびれてる。やばい、よし口角を上げて、待ってハベにしてるんだけど。よいしょ、取れた。あやばい、歯に唇が。ありがとう銀のだるまも、緊張の取り戻し。しないように頑張ります、ほぐしてほぐして。そうこんにちは。何についてね、ちょっと気になっちゃった、一回気づいたらダメだね、こうやって喋る。気にしない、歯を磨こう、次次磨こう。オフライン会の最初と同じ緊張、もうオフライン会より緊張するよ。オフライン会はもう一人目とお話ししたらだんだんちょっとずつほぐれてみたいな。ジャックの初めそわそわしてないこと、確かに。スクショタイムレベルで可愛い、ありがとう。業務連絡、サマーバックのランダムジャムそうじゃなかった。さっき私推しの方もなんかみんな私出てないって。ランダムジャム生写真出ないか、いつか出ますよきっと、出ることを祈って。こんにちは、やばいめっちゃ骨になる。いつもマスクしてる、そういう方、塗りすぎた口紅。そう、もうだんだんよく分かんなくなって、一色塗ったのにまた塗り直して。そう、学生さん怖い。なんとかさほちゃんでた、お嬉しい、めっちゃ褒めてくれるじゃん、ありがとうね。コースター引きできなかったし、カフェでサホリンどこって言っちゃった、言ったの。言ったのね。あーレインボースターありがとうございます、みんな待って、レインボースターありがとう。ありがとうたくさん、ちょっと待って、すごい、ありがとう、ありがとう、フォローもありがとう。待ってこれタワーになりそう、 1,2,3,4,5,6,7 やばい、レモンさんありがとうございます、ちょっと待って 1,2,3,4,5,6,7,8 ちょっと待って、どうしよう、タワーってどれぐらいかな、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 おともけさん、レインボースタータワーありがとうございます、待って、ありがとう、ありがとうね、もうタワーだよ、ありがとうレインボースターたくさんありがとうございます。1週間ずっとレインボータワー、確かにレインボータワーありがとうございます。
1週間ずっと緊張してるのは大変だ。確かに慣れましょう。ありがとう。オレンジ系のリップとかに合いそう。持ってない。めっちゃ私赤リップを、そう、これナギがくれたんです、リップ、誕生日に。あとこれ友達が新潟来る時にくれたやつをめっちゃつけてる。赤いやつばっかつけてます。虹星100個すごい、本当に初めて見ました。虹リンボスター100個、ありがとうございます。ありがとうね、こんにちは。そう、ニオールナギちゃん、ナギちゃんめっちゃ私の手がついてる、やばい。よし、拭いて拭いて、ふっ、ナギちゃんがくれました反射しちゃう、怖いナギちゃんがくれた、ありがとう、ありがとうナギちゃんそうそう、ディオール、そうなの、初めて人にディオールあげたよって言われた嬉しい、めっちゃ使うねって言って使ってるめっちゃ使ってるよ、ありがとう。表演良かったね。そうなんです、嬉しい、ありがたいんですよ本当に。美容系なぎちゃん、確かにプレゼントくれたけど関係もだし、化粧品もくれた、確かにそうだよね、化粧品ダメなんだよね。そう、プレゼントも、こんにちは。そう、プレゼントってどうなの、待って待って、おとまけさんタワーありがとうございます。しかも2万のやつじゃん、羽生えてるやつ、ありがとう、待って、ありがとうございます、本当にありがとう、本当に嬉しい、ちょっと待って、本当にやばい、ありがとうございます、ダブルタワーありがとう。待って、もうさっきレインボースターでタワーもくださったのに、3個分じゃん、ありがとう、すごい、ありがとうね、羽生えてるやつ嬉しい、ありがとうございます。どうしよう、本当にありがとう。私に用のケースだけ送ろうと思って、おーすごい、天使降臨、本当だ、ありがとう、ありがとうね、本当にもうなんかありがとうしか言えない、本当にありがとうございます。はい、ありがとうございます。どうしよう、嬉しい、ありがとう、頑張ってください、ありがとうね。あと4分で壇上読みしますスクショしとこ、そうだよ、スクショしたい、スクショしたいです。私も泣かないで、泣いてないよ、泣かないって決めてるんですよ私、初日に泣かない、初日にっていうか、そう、前回イベント中にめっちゃ泣いちゃって本当に良くなかったなって思ってるからいいの、なるほど、ありがとう。もう一回スクショタイム、エンジェル、ありがとう。クマ耳、ありがとう。無音なので流して構わないよ。待って、かっこよすぎる、ちょっと待ってありがとう。そう、泣いたってええんやで、優しい、あれは意味上げちゃう。そうなんですけど、そう、せっかくね、そう、せっかくのショールーム見た、イケメンすぎんか、いや本当にイケメンすぎんかです、ありがとうございますありがとう。昨日タワースクショでちゃんと放送できました、ありがとう。スクショミスって画面落としてます、私じゃんそれは私と一緒じゃん、私もよくスクショしようとして画面落としちゃうから嬉しい、ありがとう。エンジェルワンモア、エンジェルワンモア、取れたありがとうね、銀のドラマも、時間の時また見に来ます、見に来てね絶対、ありがとうそう、ありがとう。なんかシルバーのやつもたくさん投げてくれてありがとうございます。初訪問の方もたくさん見に来てくれてる、頑張ってください、ありがとう、頑張ります。浦島太郎状態で参戦します。どういうことだ、浦島太郎状態、浦島太郎状態って何人、
おとなしい、どういうことだろう、玉手箱ってこと。質問メール逆にありがとう、フォローありがとうございます。 STU の推しもこの予選出るんだけど悩んだけどサホちゃん押すことにした。嘘、嬉しい、ありがとう。一枠目あっという間に、久しぶりってことじゃない、あそういうことか、ありがとう。一枠目あっという間にね、あっという間に終わってしまう。玉手箱、玉手箱っていうのはちょっと今適当に言っちゃったかもしれない。字枠はごめんなさい、大声出しちゃった、充電切れちゃった。字幕は8時から10時です。ゴールデンタイムです、お願いします。ありがとう銀のだるまも。2時間、そう2時間します。まあでも2時間はもう私はたくさんしているのでできると思って。急に饒舌、やっぱり小さい、そうだよね、2時間はまあいつもしてるしできるかなと思って、みんなも楽しんでください。そう質問とか答えるので、そう。え、どういうこと、 4位上がった、レインボースターありがとう、ちょっとありがとうございます、たくさん、1万超えてる、本当だ、待って嘘、ありがとう、はい出まくりますね。盛り上がりしず、本当な、嬉しい、え、すごい、ありがとうございます。一枠目からレインボースターありがとうございます。お時間、本当にそう、本当にそうだよね、ごめんなさい、お時間です、ありがとうございます、遅れてごめんなさい、いえいえ、まだ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 あと2時間も今日できるので見に来てくれたら嬉しいです。壇上読みをします、読みます。読みます。13位弱くてニューゲームさん、ありがとうございます。12位たぬきそばさん、ありがとうございます。11位愛媛こうじさん、ありがとうございます。10位かずひささん、ありがとうございます。9位八王子さん、ありがとうございます。8位せってんがーさん、ありがとうございます。7位昼休みさん、ありがとうございます。6位せゆぱさん、ありがとうございます。5位大関さん、ありがとうございます。4位あきらちゃん、ありがとうございます。3位あんざさん、ありがとうございます。2位まきまきまきーさん、たまもありがとうございます。そして1位おとぼけさん、ありがとうございます。もうトリプルぐらいのタワーをたくさん、ありがとうございます。本当に一枠目から他にもたくさん配信見に来てくれてありがとうございます。一枠目からたくさん見に来てもらえて嬉しいです。まだ1週間始まったばっかりだけど、ちょっとみんなが応援してくれたおかげでちょっと勇気がというか、ちょっとだけ緊張がほぐれて頑張れます。ありがとうございます。本当に2週間頑張ろう、ありがとう。ではまた8時に、なんだけどツインかわいい、ありがとう。また8時に来るけど8時にしますので、ちょっと怖いので過ぎちゃうのが3時間では、楽しんで配信するので字幕で会いましょう。ちょっと待って、これ来てくれてありがとうございました。タワーもありがとう、他にもたくさん応援してくれてありがとうございます。ではまた、ではありがとうございました、バイバイ、また8時に、8時です、8時、ではありがとうございました、バイバイ。